海外ドラマを字幕なしで1ヶ月で見る方法後半ではですね、前半内容を皆さん把握しましたか？まず海外ドラマ自分に合ったものをチョイスして1話は、そうですね、日本語字幕英語の音声で聞きます。その次からは英語の字幕英語の音声でトライしていきます。分からなかったら日本語の字幕に変えて OK です。で海外ドラマでポイントで何でいいのかっていうところですね、まず例えば May I help you? って今言っちゃったけど見えますよねこれ。で海外ドラマ見るとき今私が言ったやり方で見ると英語の音声と英語の字幕で見ますよね。だから海外ドラマで May I help you? ってここに May I help you? っていう字幕が出ますよね。そうすると私が言ったこの発音とこの字幕を一緒に同時であなたは認識しますよね。聞こえてきた私の声とこの文字を同時に認識するんで May I help you? って言って今 May I help you? って言ったんだって思いますよね。これが大事なんです。私昔全然英語喋れなかった時はまあアメリカ行って英語喋っててもまあ本当に聞き取れる単語だけこう聞き取ってなんとか会話成り立ってたんだけど、ある時突然ですね、なんか喋ってることがこう文字になってそれを私が理解するよりも早く文字になってこうもう見えてきちゃうんですよ。なんて言うんだろうこの感覚、みんなもそうなのかな。なんか例えばもうすごいスピードでブワーって喋られても昔だったらあもうついていけないってなって何言ってるか分かんなかったんだけど、英語が早すぎて。なんか最近、まあ1年ぐらい前なんですけど、からはいきなりもう全部拾えるようになりました。この単語の意味すら分かんなくても、こういう感じで言ったんだなとか、もう全部それが何だろう、文字になってこう見えてきたっていうのかな。そういう感覚になったので、一歩また海外ドラマに助けられて成長できたなと思います。で、まあ、そういう力をつけるのにはすごくいいのかなと思います。私は今はもうっていうか初めから3年ぐらい前からはアメリカ行って帰ってきてからもう字幕英語の字幕はないです。英語の音声だけでドラマ見てます。でさっきの話に戻ります。メイヘルピューってやって、これ皆さん日本の学校で習った時これで習いませんでした？メイアイヘルプユー、カタカナ英語で習いましたよね。メイアイヘルプユー、さあ皆さんリピートアフターミー、May I help you? みたいなね。これだからダメなんですよ。現地で例えば行った時、買い物とか行った時に May I help you? とかなんて言ってこないですかね。わかってると思うんですけど、だいたい May I help you? みたいな、 May I help you? なんだろう、早いんですよ、まあ、カタカナに無理やりするならば May I help you? みたいな、 May I help you? みたいな、それですね。この差、多分ほとんどの人はこっちで英語やってきてるし、こっちの頭があるから May I help you? って言われても今なんて言ったってなると思うんですよ。だけどこの May I help you? っていうのが、これがこれなんだって認識できたら英語全部わかると思いません？なんでここの差ですね、ここの差をどれだけ近づけれるか。皆さん今こっちだと思うんですけど、これをこっちにしていくのが大事かなと思います。続いて2つ目のポイント、海外ドラマですね。ストーリーがあるじゃないですか。これが何と言っても現地と似てるんですよね。なんだろう、その例えば、キャラだとか、登場人物ですね。登場人物とか、その人の口癖とか、初めて見た海外ドラマちょっと聞き取りにくいけど、2話、3話、4話となっていくうちに聞き取れるようになったりとか、もうそういうのばっかです、本当に。なんで、なんだろう、空気ですよね。日本でも日本語でもそうだと思うんですけど空気に慣れることで、そうすれば大体、例えばいつも行ってる行きつけのコーヒーショップがあるとするじゃないですか。そこ行って「いつもの」みたいな、何にも言えなくても多分このウェイトレスは「お砂糖とミルクどうしますか?」って聞いてくるっていうの分かってるじゃないですか、いつも行ってれば。それをだから期待できるじゃないですか。で、例えば初めて行ったところだと、この人は何を聞いてくるんだろうみたいになるじゃないですか。
で、そういうのをつかめれるかつかめれないかで変わってくるので、多分皆さんシーズン1とかシーズン2とかさっき言ってたように英語の音声とか字幕で見てればなんとなく分かってくると思うんですよ、雰囲気とかその人の英語とかが。そうすると空気が読みやすくなると思います。これは本当に現地に行ってるのと同じ状況に自分を入れるわけですね。現地でも初め多分みんな分かんないけど、ずっと同じ人、同じクラスメートとずっと一緒にいたらなんとなくそのクラスメートのこと分かってくるようになるみたいな、そういう感じです。なんでリスニング力、インプットするという点についてはかなり鍛えられると思います。とちょっと気になった単語だけ調べる程度でいいです。この単語どういう意味だろうみたいになったら、ちょっとネットですぐ調べればすぐ出てくるんで、そうやって調べた英語って忘れないんですよ。なかなか単語帳でこう覚えるよりも、そのドラマで見て覚えた単語とか、私も現地でその聞いた英語単語ですね、これなんだろうと思って調べたらもう二度と忘れないので、そういう感じで勉強していくといいのかなと思います。で、だいたい1日に2話ぐらいずつでもいいんですけど、見ていくとだいたい40分ぐらいじゃないですか、1話が。で、これを例えば1日に2話いますよね。そしたらもうあなたは80分も英語勉強しちゃったよ。80分も英語勉強しちゃった。で、これ例えば楽しいから毎日見るじゃないですか。80分、これは1ヶ月やってみてください。30日ですね。なんと2400分も英語勉強しちゃったよっていう風になるんですよ。じゃあ例えば仮に来月2400分英語の勉強をしてくださいって言われたらドッときますよね。あと英会話スクールであってもここまでやるってなると結構大変だと思います。だけど海外ドラマ、しかもあなたの好きなやつ、好きなセクシーな女優さんが出てくるやつとかイケメン俳優が出てくるやつとかでいいんです、を2400分、1ヶ月、来月見て1日2話見てみましょうって言ったらなんかできそうな気しません？そういうことなんですね。最後のポイントですね。そうやって繰り返し見ていくと多分いずれもう内容とかもなんとなく分かってきて、その流れが分かってくるので、もうシーズン5とかまで行けばもう英語の音声だけで分かるようになると思います。で、大事なのが最後にですね、 100% 分かろうとしない、全て聞き取ろうとか力まないことですね。それは何だろう、現地でもそうだったんですけど、もう集中して聞こうとかって思っちゃうよりも、なんだろう、それを楽しむ、場の雰囲気楽しんで、その人の動作とか仕草とかお互いの会話とかを聞いて、あ、今こういう会話してるんだとか、そういうのがなんとなく分かれば生きていけるので、まあ私の場合は女優に目指してるからそうはいかず、もっともっと深いところまでやっていかなきゃいけないんですけど、例えば現地で通じる日常会話レベルの英語であればですね、 100% 分かろうとするよりかは、海外ドラマで見てて、私いまだに 100% もちろん聞き取れないんですけど、話の海外ドラマの内容は理解できますし、英語の音声だけでですね理解できるので、そういう風になります。必ず1年2年3年続けてみたらもう全然怖いものなしなので、まあ大体1年あればもう十分だと思うんですけど、大体の方はもう1ヶ月そうやって見てみればもう字幕なしでいけると思います。で、そうなったらもうあとはもう好き放題英語の音声で見まくってください、いろんな海外ドラマ。そうすれば力はつくと思います。では以上、こんな感じでいいですかね。だいぶかなり省略してるので、もうちょっと詳しく知りたい方とか、もっと見方をですね細かく知りたい方は、ぜひ去年撮ったですね海外ドラマ字幕なしで見る方法1から4まであるので見てみてください。ただ動画のクオリティは低いです、すいません。では皆さん一緒に海外ドラマを楽しみましょう。バイバーイ。